ケル・キャラザースは、オーストラリア・シドニー出身の元オートバイレーサー。1969年のロードレース世界選手権 250cc クラスチャンピオンである。現役引退後は、メカニック、チームマネージャーとしても成功を収めた。オートバイショップを営む両親のもとに生まれたキャラザースは、幼い頃からオートバイに慣れ親しんで育った。 1960年代前半に 125cc、250cc、350cc、500cc の各クラスのオーストラリア国内チャンピオンになった後、家族と共にヨーロッパに渡り、アエル・マッキのファクトリーチームからロードレース世界選手権に参戦を開始した。1969年、ベネリのファクトリーチームに移籍したキャラザースは、ケント・アンダーソン。 サンチャゴ・ヘレロとの熾烈なタイトル争いを制し、250CC クラスのワールドタイトルを獲得した。1970年のシーズン終了後、キャラザースは活動の場をアメリカに移す。ケニー・ロバーツという若いアメリカ人ライダーを育ててほしいという、ヤマハからのオファーに応えてのことだった。1973年には現役ライダーとしては引退し、US ヤマハチームで、 ロバーツのチーフメカニックとなった。キャラザースの指導を得てロバーツは1973年、1974年と2年、連続でアマグランドナショナルチャンピオンとなった。この時は、ダートトラックだけは、ハーレー・ダビットソンのマシンの方が早かったのだが、ヤマハは、ハーレーと争う道を選ばず、やがて、ロードレース世界選手権を戦うためにロバーツと、キャラザースをヨーロッパに送り込んだ。 そして、ロバーツは1978年から3年連続で 500cc クラスワールドタイトルを獲得したのである。1978年のロバーツはコース習熟のために 250cc クラスにもエントリーしていたが、この時乗っていた市販マシン TZ250 にはフレームをはじめず一緒にキャラザースの手が加えられていた。このスペシャル TZ は、 ヤマハの開発ライダーの評価も高く、次期モデルのフレームの参考にされた。ロバーツの引退後は、エディ・ローソンの 500cc タイトル獲得をサポートした。1995年までいくつかのグランプリチームを渡り歩いたキャラザースは、1996年から水上バイクレースのシールファクトリーチームに加わり、いくつかの国内タイトルや世界タイトルの獲得に貢献した。 1998年には、モーターサイクルレースの世界に戻り、モトクロスレースで、ヤマハのサテライトチームを運営した。1985年にオーストラリアスポーツ、電動入り。1999年には、アマモーターサイクル電動入りを果たした。ありがとうございます。